石橋文化センター公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、皆さんにバラの夏の管理についてお伝えしていければなと思っております。そして、石橋文化センターでバラと言ったらこの人、カエスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、カエスさん。はい。すっかり春から夏になって、はい。飛躍されてますね。はい。僕も春から夏に変わりました。いやー、うまいこと言いますね、うまいこと。いや、季節も変わってですね、はい、夏になって、ちょっとバラの管理も、はい。変わってきたかなと思いますんで、そうですね。そのあたりをポイントに、はい。今日はお伝えいただければと思ってますけども、はい。カエツさん、今回も、はい。わかりやすく簡単にお願いいたします。わ、はい、かりました。それでは、早速、行きましょう。いやー、ガイさん。また早速始まりましたね。はい。はい、よろしくお願いします。ですね。すっかりですね、季節も春から夏へと。はい。いう感じで。今日なんかもう外、セミが。鳴いてますね。鳴いてますね、はい。いい感じですね。いい感じですね。海藻もなんか真っ黒になって、ガーデナーって感じするんですけど、はいはい、今日はですね、ちょっとバラ園飛び出して、お届けしたいなと思ってるんですけど、はい。ここいかがですか、はい、いいですね。いいでしょう。かなり雰囲気がいいですよ。ですね、これどこなんですかこれ。これですね。これも実は文化センターのここも中なんですけど、久留米出身の洋画家の坂本半次郎さんっていう方のアトリエなんですね、はいはい、昔。すごいですね。この雰囲気で今日はバラをちょっとお伝えしたいなと思ってますけど。はい、いいですね。やりましょう、ぜひ。やりましょうか。はいはいはい。でですね、季節がやっぱりこう夏に入ってきて、はい、皆さん育てられていろんな悩みもあると思うんですけど、はいはい、今日は夏の管理を中心にちょっと教えていただこうかなと思ってますけど、はい、林さん、はい、分かりやすく簡単にお願いしますね。はい、それではなんですけど、はい、やっぱり春から夏にかけて一番気になるのがやっぱ日差し、うん、で、鉢をどこに置いたらいいのかなみたいなちょっと悩んでたりする人多いと思うんですけど、西日が結構強かったりすると思うんですけど、はい、鉢の置き場所ってどのように夏になったら考えたらいいですか？基本的に、まあ、光はすごく好きなので、はいはい、まあ、西日が当たったから枯れるということはほぼないですね。うーん、ただやっぱり、春に比べると、まあ、日差しも強いですし、うん、あとは温度も高いので早く乾燥しちゃうのは間違いないですよね。そうですね。そうですよね。はい、そうですね。そうです。あとはまあ品種によっては日差しに弱いやつがあるので、はい、そういったものはやっぱり花が焼けてしまったりとか。そうなんです。はい、そういう時は、置き場所はな少し日陰、半日陰だったり。そうですね。まあ明るめの日陰ぐらいでいいです。基本はやっぱり明るくないと株自体が徒長、まあ、ちょっとひょろひょろに伸びていっちゃうので、なるべくまあ明るめのちょっとまあ日陰みたいなところの方が、まあ乾燥もしにくいし、まあ、いいと思います。なるほどですね。うん、ただ、今年1年生バッチを育ててる方は、うん、ちょっと日が当たりすぎてもよくわかんないかもしれないんですけど、はいはい、日が例えば当たりすぎてたら、うん、どんな風にバラは教えてくれるんですか？そうですね。まあ、一番単純なところで言うと、うん、やっぱり乾燥が早くなります。だから、例えば水をやって、うん、まあ、数時間後にはもう葉先がこうクターンとこう倒れてるとか、クターンとなってる時は水欲しいサイン、はいはい、水が欲しがってる状態ですね。なるほどですね。はい、ならそういう時はまた日差しも意識しながらですけど、うん、先ほどこの水やり、うん、これ夏やっぱポイントですか？はい、そうですね。水は結構重要ですね。重要ですか？はい、水やりに関しては春も教えてもらったと思うんですけど、はいはいはい、1日1回朝方みたいな話だったと思うんですけど、今もどうなんですか、はい、1日1回足りないでしょうね。足りないのか。やっぱりですね、はい、まあ1日1回で済むこともあるんですけども、はい、やっぱり土の質だったりとか、はい、まあ、鉢の容量によって乾き方は変わってくるので、うんうんうん、まあでもやっぱり例えばこれで言うんだったら、まあ、この上にボリュームに対してこの鉢のサイズだとやっぱり2回やります、うんうん、2回、はい、どうなっちゃいます、こうなんか
葉っぱはクターっとなって、ね、さらにとなって水をやるとシャンと戻るんですけど、それの繰り返し、そうやらなかったらもう葉っぱがですね焼けちゃいますね、チリチリになっちゃいます、チリチリになる、はい、どんな感じですか、です、ね、例えばですね、これ、うん、これで言うとですね、なんか立派に見えますけどね、いやこれがですね実はこれ管理を失敗しちゃってるやつなんですよね、そうなんです、これレオナルド・ダ・ヴィンチ、はい、水をですねちょっとこれだけやり忘れた時があって、えあのどこわかんないですね、ですね今はですねかなりいい状態に戻ってるんですけど、はい、これわかります、はいはい、ここ途中葉っぱがないでしょ、葉っぱないですね、はい、ここもないここもない、トゲはあるけど葉っぱない、でここの葉っぱなんかは茶色くなってカリッカリになってますよね、あらこれなんかちょっと色も雰囲気も、はい、そうですそうです、違いますね、そうなんですよ、で、まあ、ちょっとこれ外しちゃったんですけど、この刃先が茶色くなってますよね、チリチリになってますね、チリチリになってます、これは日差しじゃなくてこれ水やり、これは乾燥です、極度の乾燥で刃先が傷んでしまった状態なんですよね、はい、で、まあ、これ、水をやらないと、極端にやらないとこういうふうに刃先が傷んでしまう、まあ、これがまあ結局乾燥によって出た症状ですね、こうなってたらやっぱちゃんともう1日1回じゃなくて2回やったりとか、そうですね、こう地面もちょっと気にして、はい、土を気にしてこまめに水やるようにすると、はい、こうなっちゃったらもう、だけど、ダメなんでしょ、いやいや、そんなことはない。ダメでしょもうこれは。いやいやいや。カエツさんでもダメでしょこれは。ここはまだまだ余裕です。これ余裕なんですか、余裕です。どうしますか、申し訳ないなとは思うんですけど。まだ大丈夫。そうです。全然問題ないです。例えば、うん、ここに葉っぱを出してくるっていうのは、ちょっとまだ時間がかかるんですけど、うんうん、まあ、ここに葉っぱが新しい新芽が展開して、はい、綺麗にこれ出てる状態なので、はい、まあ、ここが養分を作ってくれると、そのうちこの辺も葉っぱは出てきます。なるほど。はい、こいつらはどうすればいいんですか、うん、このチリチリ。これはもうやっぱりもう切っちゃった方がいいですね。剪定バサミで。剪定バサミでピッと切って。まあ例えば、これで、うん、これで言うと、下の方の葉っぱは綺麗で、上の方の葉っぱだけが傷んでれば、この傷んでる部分だけを切ってあげると、いいと思いますね。たらまた復活してくる。そうです、そうです。なるほど。なら水やりは大切ですね。一日かなり大切ですね。夕方ぐらいに。まあ夕方、まあできればなんですけど、例えば、昼間には水をあんまりやらない方がいいってよく言うんですよね。それは温度が高いので、そういう時にそうそう煮詰まっちゃうって言うんですけど、実は結果的に水がもらえない方が良くないので、その日中の例えば僕なんかは2時とかでもやります、水を昼間の。そうですそうです。それなんでかというと、水をやった状態で水が乾かずにずっと土に停滞してるとジメジメなって、温度が上がって根腐れしやすくなるんですけど、まあ、2時から水をやっても結局夕方ぐらいには割と乾いていくんですよね。でそうすると要は煮えにくくなるので、乾くっていうことは水をそれだけ吸ってますから、やっても全然問題はないです。いいんですね、晴れてる時は。そうです。なら、うん、最近私やっぱりこう天気予報とか見て、うんうん、次の日雨だったり今日雨が降るななんて、うんうん、職場行ったりする時とかあるんですけど、うんうん、そういう時はだけど雨が降るから、うん、もう水は雨に任しちゃって大丈夫ですかね、うんうんうん、ダメですこれ完全なんですね。これ完全にあれですね。だから晴れた時やっていいけど、はい、雨の時はあんまやっちゃいけないから、雨に任せた方がいいんじゃないかなと思うんですけど。はい、いやいやいや、それはもうあれですね。ずるけてます、ね。ずるけてますか。はい。あららら、雨、まあまあいいだろう、雨予報だったら、はい、まあ。もう、もちろんそう思うんですけど、はい、この時期の雨って降るって言って降らないことって結構あるじゃないですか。あ、まあ確かに。はい。確かに。ということは、やっぱりもう、降るか降らないか微妙な時は降らないっていうふうに思って管理してた方がいいです、うん、多少雨がその後に降ったところで、うん、やっぱりすぐ乾いちゃうので、逆に水をもらえない時の方が花が、まあ、バラが傷むので、なるべく、微妙な時はやっていくっていう、うん、やらないよりもやった方がいいってことですね。わかりました。水やりやっぱ大切ですね、夏は。結構やっぱりポイントですね。ですね。ただまあ僕、カエスさんが教えたって水やりも大切なんだけど、うん、あれも大切だと思ってるんですよね。どれですか？肥料ですよ。肥料、はいはい。肥料。肥料も大切ですね。これ夏は、はい、肥料は、はい、まあ、花も落として、はいはい、やった方が、これもいいんですよね。うん、そうですね、やった方がいいですね、うんうんうん、で今の時期の肥料っていうのは、うん、一般的に言われるお礼越えっていう時期になるんですよね、うんうん、お礼越え、まあ、どういうことかというと、何ですか、お礼越えです。ありがとうございます。お礼越えですね、はいはいはい、まあ、どういうことかというと、例えば春にたくさん花が咲きましたと、はい、で
たくさん花を見せていただいてありがとうという意味のお礼ですね、はいはい、お礼声、はい、だから、まあ、その、まあ、お礼もということで肥料をまた与えてあげる、うん、ただそうです本当の意味は、うんうん、肥料をやるっていうのは結局春にものすごく花を咲かせてますから、はいはい、エネルギーをものすごく使ってるんですよ、うん、ということは、まあ、今弱ってる状態にいます、うん、バラ自体が、うん、だからその体力を戻してあげるために肥料を与えるってことですね、はい、肥料はちょっと今日もね準備してるんですけど、はい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 、こんなやつありましたよね、はい、液体肥料とか加熱酸いらずとか、はい、これどれをやればいいとか、はい、こうありますか、これは、はいはい、なんか化成肥料とか液体肥料とかいろいろあるかと思うんですけど、はいはいはい、なんか優先順位とか夏だからこそみたいなのはあったりしますか、はいはい、そうですね。まあ、今ここに出してるやつだと別にどれをやってもらってもいいんですけども、はい、うんうん、重要なのは、なるべく早く効くっていうことですね。即効性。まあ、即効性。まあ、即効性までいかなくてもいいんですけど、まあ、なるべくこうやってから、うん、まあ、早めに吸収をしていくっていうことですね。はいはい、どういうことかというと、もう今弱ってる状態なので、うん、例えば冬にやってた油かすとか骨粉っていうのは、はいはい、まあ、やってから溶けて、まあ、吸収されるまでものすごい時間がかかっちゃうんですよね、うんうん、で今ここに出してる化成肥料であるとか、うん、まあ、この2つ、まあ、化成肥料になるんですけども、うん、まあ、こういう肥料って、まあ、いわゆる環光性って言って、うんうん、肥料をやって、まあ、じわ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 効いていくんですけども、はい、割と、まあ、そうさっき言った油かすとか骨粉に比べると、はい、溶けるのが早いです。溶けて、まあ、吸収されるのが早い。うん、だから、こういう肥料の方がいいですね。いいですか。で、ちなみに言うとこれ発酵油かすって、うん、まあ、よく使うんですけども、はい、これはですね、ちょっと普通の油かすが遅いんですよね、肥料が。うん、でもこれはそうです、うん。でもこの発酵油かすは結構早いです。あ、うん、なるほど。だからこれは使えます、ね。使えます。はい。だからこのあたりの化成肥料とか、うん、はい、発酵油かすとかを夏場ちゃんとやって、はい、そうですね、やった方がいいです。感謝の気持ち込めて。そうです、そうです、そうです。ちゃんとやらないとやっぱ秋、あ、そうです、冬、もちろん、そして来年の春に影響してきます。影響してくるってことです、はい、これ結構大事ですね。ちなみに、そうです、ちなみに言うと、まあ、液肥もあるんですけども、はい、液肥はどうなのかっていうことなんですけど、うん、これはまあ今ちょっと言われた即効性肥料ってやつですね。こいつが一番早いんですか。そうです、一番早いのは液肥です。ただ液肥の場合は速効性があるけど持続性がないんですよね。あ、そう。ということは、はい、こまめにやった方がいいんですか。そういうことですね。例えばよく本とか見ると1週間に1回肥料やってくださいとか、うんうんうん、まあ、10日に1回液肥やってくださいって書いてありますよね、うん、あれってすぐ効くけど持続しないのでこまめにやらないと効果がありませんよっていうことなんですよね、はいはいはい、だからこれ1回やったぐらいじゃ全然意味がないので、これは継続的にこまめにやっていくってことですね。ありがとうございます、はい、あとちょっと補足をすると補足、はい、肥料をこの時期にやるっていうのはもちろん体力の回復っていうのもあるんですけども、うんうん、なぜ体力を回復するかというと、これからの時期ものすごく病気が入りやすくなるんですよね、はいはい、でやっぱり弱った体って、まあ、人間も風邪ひきやすいとか、うん、はい、まあ、がんになりやすいとかあるじゃないですか、はいはい、それと一緒でやっぱりバラもそうなんで、やっぱり弱ってると病気がかかりやすくなります。で常にやっぱこう栄養を与えて、そうです。で肥料をやることによって結果的に耐病性が上がるんですよね。耐病性と要は病気に対する抵抗力がつくということです。あ、そうなんですね、はい。だからこの夏というよりも、まあ、このお礼声っていうのはものすごく重要なポイントになります。わかりました、はい。やっぱり肥料も人間でいうと食べ物ですからね。はい、そうです、そうです。大事なんですけど、もうぜひやってください。とはいえ。とはいえ、とはいえ、夏ですので、はい、やっぱりこう虫がね、気になるんですよね。はい、虫、はい、はいはいはい。で、消毒、はい。ここちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、夏の消毒と言ったら、はい、まあ10日に1回とかですけど、はいはいはい、これ、はい、やる日中のタイミングって、うん、そうですね。さっきのその話じゃないですけど、はい、日中はやっぱ温度が高いので、はい、温度が高い時期に、時間帯にやるとやっぱり薬害って言って、消毒をすることによる害が出たりするんですよ、うん、高温でですね、うん、だからまあなるべくもう本当にお昼とかは避けた方がいいです、まあ、僕らもきついんで、まあ、もちろん夏の暑い時期はですね、
これは朝でいいってことですか、うん、そうですね、まあ、朝早い時間帯か、まあ、もちろん そこでやれないときは夕方、夕方、うん、でも大丈夫ですね。これ、まあ、できれば午前中がいいです。水やりと一緒にやっても大丈夫なんですか？水やりと一緒、朝方水やって、うん、消毒もそのついでにやるとか、うん、1週間に1回ぐらい、それでももちろん大丈夫です。大丈夫なんですね、はいはい、そしたらそのタイミングもいろいろ合わせながらやっていけば、はいね、はい、なんかいけそうですけど、はい、なんとなくねこれ夏の育て方、はい、私もやれそうな気がしてるんですけど、はいはいはい、ちょっとここで、うん、梶さん、実は私あの後ですね、うん、覚えてらっしゃいます、うん、蜂を購入して選んで購入して、はいはい、育ててるんですよ、はい、実は、まあ、それを、はい、そうなんですね、聞いてます聞いてます聞いてます、はい、実はそれを今日持ってきて、うちの子持ってきてるんですけど、はいはいはい、いいですか、見てもらっていいですか、ぜひぜひ。あ、よし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 、この子なんですけどね。よしよしよし、これ6月ね、下旬ぐらいに、はいはい、このスリット鉢に移してですね、はい、まあ3週間ぐらいかな、朝方、はいはい、にだいたい、水やって、消毒もやりながら、はいはい、どっちかというと液肥を、まあ、1週間に1回ぐらいやってるんですけど、いかがですか、これは、はいはい。そうですね。6月の下旬にしてはしっかりしてるんじゃないですか。なんかこのあたりが、はいはいはい、サイドシュートが出てますね。これサイドシュートですね。はいはい、これベーサルシュートはどうなんですか、ベーサルシュート。ベーサルシュートは出てないですね。出てないですね、はいはい。残念ですけども。まあただ、6月の、うん、まあ下旬だったら、まあ十分だと思いますけどね。そうですか、このジュリアルネッサンスですね。うん、はい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 、おピンクのやつですね。おピンクの上品な可愛らしいやつが咲く花。はい、ただちょっと私気になってるのがあるんですけど、はいはい、このですね、はい、ちょっとこのあたりとかが、はい、なんか先っぽがですね、はい、なんかこうチュルッとしてるんですよ。これ水やりとかやってたはずだったんだけど、はいはいはい、これどうなんですか？これは多分水ではないと思いますね。ちょっと縮れてるじゃないですか。うんうんうん、縮れてます。それこそさっき言った。日焼け？日焼けというよりも薬害、消毒の薬害か、もしくは害虫スリップスとか、まあ、そういったものが若い新芽の時に入って、はい、それがこう新芽を吸うんですよね。で、はい、そうすると葉っぱが展開した時に危険になったりとかすることがあるんですけど、はいはいはい、まあまあそのいずれかだとは思いますね。ただまあそこまで気にすることはないので、あんまり気になるんだったらこうやってもう根元からちょっとこう取ってあげていいんですか？いいですいいです、はい、こういうやつ、そう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 、根元から、はい、ちょっと、 うん、あ、これは楽ちんですね。で、まあここに一応芽はあるので、はいはい、あんまりここ傷つけないように、本当はハサミでもいいんですけども、はい、まあ、ちょっとこう、はい、簡単に取れるのは取れます。こういうの気をつけて、はい、ちょっとこまめにやって元気な葉っぱとか、そうですね、シュートだけ残すと。これは今後どうなっていくんですか？そうですね。秋にはなんか咲いてほしいなと思ってるんですけど、まあ。もちろんこれ咲くと思いますし、この途中からでも咲いてくると思うんですよね。うんうんうん、そしたら、まあ、葉先、まあ、要は枝先に花芽がついたりすると、うん、まあ、そこで体力を奪われちゃうので、なるべく花は咲かせないと。花は咲かせないとですね。はい、でも手で、柔らかいので、手でもげるので、はい、ピッピッって。ちょっとですね、実はこれ、うちの子なんですけども。うちの子も同級生ですか？これ同級生。同級生。あららら。あららら。ちょっとこっちが、立派ですね。そう、実はこれ。お宅は立派ですね。はい。ちょっとしっかり飯食わしてるんで。なんかちょっと世代が面白い、はい。これです。種類がまた違う。これはですね、キャロリーヌモナコっていう品種。あ、ちゃんとやっぱりラベルはなくさないですよね。うん、はい、はいはいはい。で、これは5月の、うん、前、以前の一番最初のここの講座の時に、うん、まあ植え込んだやつなんですけども、うん、これは、まあ、植え込んでちょっとだいぶこちらよりも 1ヶ月以上経ってるので、うん、まあ、いわゆるさっき言ったこれベーサルシュートですね。来てますね。これが2本来てますね。来てますね、ちょっと。そうです。で、ここサイドシュートが上がってて、で、ここに、ほら、わかります？はいはい。一番先端にここ花芽が来てますよね、これ。あ、来てる来てる。これ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 。これ花芽ですね。なんか羨ましいけどね、なんか。ベーサルシュートとか。うちの方優秀なんで。すごいですね。で、これが結局栄養を持っていっちゃうので、はい、これを、もったいないですけど、取っちゃう。咲かせないね。咲かせない。はい、もうこれぐらいの時にも取っちゃった方がいいんですよ。もう取っていい、取っていいです。なるほど。うん、こうやって、ちょっとこまめに、まあ、もいでいくと、株自体にエネルギーがいくので、株の充実が図れるということになります。
ますね。なるほど、うん、もうちょっとやっぱり軸の太さとかも見てもらったら、っっね、そうですね。はい。まだ、ね、うん、そうですね。まあだいぶいい感じ。で、これ、さっき言ったオレゴエ入れてます。あ、はい。これ油かす。油かす。超発酵油かすってやつですね。あ、なるほど。はいはいはい、あ、そういうことですね。そうですね。ここの違いも多分出てるのかもしれない。なるほど。うん、わかりました、はい。なら、この子もね、これからまたぐいぐい育っていくような。そうです、そうです。形で、ちょっとまた手入れをしながら、そうです。育てていきたいと思います。いやー、かいさん、今日も、じっくり夏の管理について、わかりやすく簡単に教えていただきました。さすがですね。いやいや、ありがとうございます。いやー、なんか、これからどんどん暑くなっていきますけど、はい、水やり、はい、追肥、はい、そして虫対策、消毒、気をつけて、はい、ちょっと育てていきたいと思いますので、はい、またこの子応援していただければと思います。わかりました。よろしくお願いします。はい。はい。それでは今日はこのあたりでって感じです。はい、いかがですか？はい。いいと思います。わかりました。なら早速ですけど、はい、またお会いしましょう。はい。どうもー。スイレンとバラの庭のカエルドエース。生まれも育ちも石橋文化センターです。見てますか？意外とつまらない。だけどおっさん二人が癖になる。というわけで次回は解散大変ですよだそうです。お楽しみに。Thank you.